打撃スタイルチームっていいね。いい言葉。調子長期変なんだこれ。なんだこれ、長期的に変動しやすいってなんだこれ。日本語がわからないんだけど、長期的に変動しやすい。長期的に変動しやすいだったら、逆がその短期的に変動しやすいだったらやっぱあれだろ。細かく変わるだけど、まあ要するにだから、同じ調子をずっと引きずるってことなのかな。良くも悪くも。これリアルだったらクソ熱いんだけどな。ホット神戸の試合14時で、俺らマリンが18時だから、この14時から始まるこのオリックス楽天戦でオリックスが負けて、この18時からの千葉ロッテ対日本ハムが始まったらもうこれクソ熱いのに、試合としては。ファンの熱気がもうとんでもないのに、もう俺はこの、もうこの、ってか、待て。後ろもう夜になってんだから結果わかるだろう、おい。18時からマリンで試合があって、先発佐々木朗希。で、野手は誰も欠けてない。ピッチャーも万全。中杉調子がいい。こんなんもう、とてつもなくいい日なのに、オリックス勝つんだろうな。オースティン。おっとっとだね。よくないな。オースティンもちゃんと三塁まで行く。やっぱその意識ね。やっぱり。よくないな。そこがやっぱ順位が現れてるんじゃないですか。やっぱそういうとこやっぱ出るんだよな。結局上位にいるチームと、あくまでゲームの話ですよ。ゲームの話で、上位にいるチームと下位にいるチームの差でね、出ちゃうわけよ。